福知山電車区は、京都府福知山市及び、兵庫県と洋市にある、西日本旅客鉄道の車両基地である。福知山線、宝塚福知山間と山陰本線、福知山木の先間の電化に合わせて建設されたもので、福知山支社が管轄している。本区は、福知山市半田にあり、福知山駅の西方 1.5km に設けられている。敷地面積は、 22万3000平方メートルである。車両基地建設の際、整地作業の直後に多数の古墳や塚が点在しているとして、教育委員会の調査が行われたが、資料保存のための調査が完了した後に、それらはすべて取り壊されてしまった。そのため、現在の福知山電車区は古墳跡の上に所在していることになる。また、福知山線、宝塚福知山間と、 山陰本線、福知山木の崎間の電化訓練運転の訓練線として改層線が建設された。こうした経緯から、本区への入りで区船は本線並みの設備を持っている。豊岡市所は、豊岡市大手町にあり、豊岡駅構内に設けられている。敷地面積は7万7千平方メートル。所属組織の略号と、福知山の電報略号である、淵、 または、豊岡の電報略号である、とかから構成され、電車は、福縁や、福縁、機動車は、福、とかや、福とかである。機関車は、豊岡を意味する、豊かである。北近畿地区で運用される車両が配置されている。2021年4月1日現在の配置車両は、以下の通り。電化から、長年旧。 国鉄車両で運転されていた特急電車は現在 JR カゴに製造された車両に統一されている。このほか、運用の関係で、阿蘇総合車両所宮原支所所属の2 2 3百2 2 5系も、数編成、遠くに留置している。過去の車両起動車キハ4 1系以前はシンクに、黄緑のワンポイントを入れた区所専用色だったか、 すべての車両が単色に変更された。機関車で10106で1 0ディーゼル機関車貨車。ありがとうございます。